皆さんこんにちは、もこもこを着ているのえのんでーす。はい、今回はですね、みんなが大好きな、そう、ベルシカに行ってまいったでござる。ということで、ベルシカで買ったものを紹介していくでござる。なんとですね、ベルシカ、クリスマス24日行きまして、今日、撮影日25日なんですけれども、25日にも行きました。2日連続で、どこまで行っても、渋谷、日本の東京、ブラブラしてきました。まず、昨日買ったもの、24日に買ったものを紹介していきます。なんか、プリクラみたいなやつも撮ってきました。あんま写真写りよくなかったんで、別になんか、見てもなんか、って感じだと思うんで、別に見せはしません。まず1着目、ほのほのが買った服なんですけど、でね、かわいいよね、これ。ここの横が青と白のラインが入ってます。パーカーになっております。これほのぼのなんですけれども、ちょっと着させていただきます。ごめんなさいね、ほのぼの。あったかそう、見て、中がめっちゃモコモコなってる。これ絶対あったかいじゃん。あ、こっちはセールですね。すごい安くなってる。なんと2999円が1290円。安いですね。あ、いいじゃない。どんどんもらっちゃうかな、これ。めっちゃいい。あ、いいじゃん、いいじゃん。これほのぼのです。かわいいね。ありがとうございました。わかりました。ベルシカほんと可愛いんですよね。2着目が、これはノエノの子供を共同で着ようと思ってるんですけれども、でねーん、可愛くない？これめっちゃモコモコなの。こちらもセール。安くなってる。これ6990円が3490円。安い。やっぱね、セールありがたい、ほんとに。これは別に全開チャックじゃないんで、こう上から着る系女子ですね。え、これいい。これ可愛い。まだ着てないの。まだ着てないけど、よいしょー。え、よくない？え、なんかキノコみたい。いい感じ。え、めっちゃいいじゃん。いい、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 いいね、いいね。てか、これ触り心地めっちゃいい。やばーい。ずっとこうやって下歩いてるわ。ちょっと今日頭切れてんだけど、ずっと。ポッキーもあります。めっちゃいいじゃん。かっこいい。かわいい。どっちだよってね、モーターヒート。かわいい。いいね。もこもこ。めっちゃ触り心地いいよ、これ。やばい。てるてるって。あ、これ、サムネがいいと思う。はい、サムネ。はい、ベルシカってここに入ったよね。いい感じ。これすごい。これすごい。やばい。これほんと、体中全部がふわふわだから、こう、素晴らしい、こう。こうできる。なんかすごい触り心地がいいわ。モコモコの服って本当にあったかいんだよね。ヌノのこれもめちゃめちゃあったかいです。めっちゃ可愛いじゃん、これ。いいじゃん。あんまヌノこういう服着ないから、ほのぼのがね、服着てるんだけれども。ちょっと24日はこれを買いました。この2着ですね。25日。ゲレレン。何買ったかと思いますか？そうですね。みんなが大好きな。カバンです。カバンが欲しかったんです、ずっと。これ24日からずっと欲しいな欲しいなと思ったんですけど、ちょっと諦めたんですよ。どうしようみたいになって、だけどやっぱ欲しくなっちゃって買っちゃいました。すごい可愛いでしょ。なんかトイプードルみたいでしょ。可愛くない？なんかこうやってしてそうじゃん。すごい触り心地可愛いですよ。あ、これはもうバッグの中身紹介のサムネーション。いい、映えが極まってる。結構ね、ノエノンバッグ頻繁に変えてるんですよ。服に合ったバッグを選ぶようになりました。これが一番好きですね、今のところ。ワンスポのいくらか買ったらもらえるバッグなんですけども、これめちゃめちゃ可愛いんですよ、ほんと。これはほんと日々日常使っております。めちゃめちゃ可愛いですね。じゃあ中の方紹介していきますね。ほんと特に変わってません。ノエノンバッグも毎回ね、このバッグの中身紹介見ていただいてる方は、また変わってないんじゃないかと思ったかもしれないんですけども、変わった部分見つけたらぜひコメント欄書いてみてください。まずですね、スマートちゃんでございます。スマホケース変わってないです、もうずっとこれ。あとですね、皆さん一つご報告がありまして、なんと少しだけひびが入りました。わかる？ちょっとひび入った。あほらほら、ひびが入りました。はい、ひびが入りました。お疲れ様です。でも全然ひび入ってないから、これ全然大丈夫。もうそろそろだって買えると思うし、わかんないけど。でもね、このスマホケースが大好きなんで、ほんとスマホ買いたくないんですよ。これの iPhone X のプラスが出てくれれば、プラスだっけ、なんかでかい iPhone X がまたいいんですよ、次買うとしたらね。なんで、スマホケースもね、これがいいから、これの、うちが欲しいスマホと相性が合えばね。まあ、ノエノンはですね、Wi-Fi を持ち運ばないと何もできない系女子なので、こちらが Wi-Fi ちゃん。イエー。こちらがスマホの充電器で、こちらが Wi-Fi の充電器。こちらのスマホの充電器にはこちらのカードなしがついてます。で、こちらが充電器ですね。愛用しております。続いて、お財布ですね。もこもこのお財布。こちら今ですね、2000円入ってますね。お金持ちです。小銭もまんま入ってますね。お金持ちです。2000円入ったらまあまあ食べれるね。いや、新大久保来たい。2000円あったら新大久保来たい。はい、続いて、こちらですね。アナウンスのポーチ。これも素晴らしい。もうこちらずっと愛用してますね。ポーチの中身も今日紹介しちゃいましょうか。これはですね、岩桃さんからいただいた自分になります。もう毎日使ってます。めちゃめちゃいいです。そう、こちら、ケープになります。今日もめちゃめちゃ固めてるんですけれども、もしね、ちょっと固め足りないなとか思ったら、これ外でプラーってやりますからね。はい。あと、こちらも岩桃ちゃんからいただいたね、リップグロスになります。かわいいでしょ？めちゃめちゃいいです、これ。
これも。こちらはほのぼの先生からね、借りパクしました。こちらです。最近これめっちゃつけてるんだけど、ののほんと唇の色素がないんですよ。ほんとにないんです。だから、もうめちゃめちゃ普通にいいです。ほのぼのありがとう。次、謎にクリップですね。あとこちらですね。ニコロンの鏡ですね。あとはヘアピンが入ってます。以上です。あとこちらですね。こういうモコモコの服とか着ると、ほんと静電気やばいんですよ。静電気のエレガード。あとは、そんなに面白いもの入ってないんですけど、こちらですね、イヤホン。ティリン。ティリティリティリン。これ毎回やってるよ、これ。これセーラームーンの目薬。なんか特に入ってないし、全部ゴミですね、あと。はい。じゃあこちら、入れてみましょうか、中に。結構いいサイズなんですよ、大きさも。大きくなく、小さくなく、みたいな。さあ、よく縦に入れるといいから、縦に入れよう。入るとめちゃめちゃいいじゃないですか、これ。かわいくない？かわいいよね。結構ね、いいサイズのバッグね、見つかって嬉しかったです。めちゃめちゃいい、気持ちいい、これ、ほんとに。後ろ側もちゃんとモコモコなってるんですよ。それがまたかわいいですよね。ということで、ぜひ皆さんもバッグの中身整理してみてはいかがでしょうか。また今度バッグの中身紹介やってほしいよと思った人、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。子供のバッグの中身を見てみたいよと思った人、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。それでは、キャバイバイ。あなたもすごい。